今の中国はどうしてる？中華の思想を持ってやってると言うけども、共産主義思想にプラス、ここよ、共産主義プラス中華思想がある。我らが世界の中心だ。共産主義思想を全世界に広げてやる。逆に言うと、だからトランプはさっき言った必ず戦争に入る、叩き潰しますよ。アメリカが負けるかもわからない。なぜ？毛沢東は言った。どんだけ国民が貧しくなろうとも核兵器を持て、死に物狂いで核兵器を作れ、そしたら中国は滅びないって言ったんです。そりゃもう何を置いても核兵器作ってますから。何を置いても。中国で大きな地震がある。ああ、えらこっちゃ、どんだけ人々が犠牲になったんや。軍隊が動く。人口が動いても何を探してる？核兵器です。核兵器の工場は大丈夫か、製造された核兵器はあるか。そうですよ。だから皆さん今あの香港を見たら分かるように、人民解放軍って軍隊動くでしょ。人民解放動いてる。中国は人民解放軍って皆さん言うかも分かりませんが、国防軍じゃないんですよ。覚えておいてください。中国の人民解放軍はもっぺん言いますが、国防軍じゃない、国の軍隊じゃない、共産党の軍隊なんですよ。共産党に身も心も捧げてて、世界を全部破壊できる核兵器を持ってる。ここまでトランプは知ってるかね。私たちはいよいよそういう問題で世界が動き出してきてるということがわかる。1ページをもう一度ご覧ください。このゴーという人の言葉、1ページの真ん中あたり、特に李朝は中国が広大な国土を治めるために敷いた中央集権国家制度をはじめとする中国式の統治システムをそっくりそのまま受け入れた中国、韓国は。あの狭い国土の中で徹底させた。そのため本家の中国以上に硬直した官僚体制国家が語られてこられた。これが朝鮮です。宗教国家なんです。愚かなしょうもない宗教です。もうカチカチや。その左、健全にして自主的な外交は国内に健全で自主的な国民精神を育てていく。もともと李王朝が政治的理由で設定した時代意識、時代意識してる、大きい方に作っていくことです。さっき消しちゃったけど、日韓併合の前に我らはどこについたらええか、時代主義なんです。つまりロシアにつこうか、中国についた方がええか、いや日本やろう。そして日本につきよったんですよ、自分で選んで。これ時代主義っていう。もう一度上の段の一番左端、時代意識ってそういうことや。儒教の書いてある墓下思想を知識人の中に深く食い込ませて、すべての社会制度、生活、政策、様式までそのまま真似をする模倣文化を作った。これは韓国です。模倣国家って書いてある。これ誰が言ってんの？一番左隅に書いてある元韓国大統領パク・チョンヒです。我ら韓国人おかしいんじゃないのって言ったの。あれはだから韓国意識を変えなくちゃいけない、だから大統領になってやったんです。どうしてパクという韓国人がなんでこんなことができたんですか？彼の日本人名もちゃんと残ってる。彼が卒業したのはどこや？満州の士官学校なんですよ。日本の陸軍の中層出たんですよ彼は。だから日本という国はこういう国か、わかった。だから彼の心は朝鮮から離れて日本人です。あなたは日本人なんです。だから朝鮮人の日本には違う。そのパク・チョンヒはクーデターで大統領になって、そしてやがて反乱の奇跡、反乱観光って言ったね、反乱の奇跡ってあるやん。そして工業力がうわーっと伸び、経済が伸び、経済大国韓国への動きが始まる。これは1960年代です。パク・チョンヒ全部日本が支えたでしょ。資金も
工業力も製鉄にしても全部そうですよ。北朝鮮を支配する陸軍の中の学校、韓国を間接的に支配する彼らがパク・チョンヒを使ってというか支えて経済的にわーってたんです。その当時僕はよく韓国に行ってました。情報の関係で、例えば地下鉄に乗るソウルでね、その地下鉄はどこ製だ、川崎製鉄です、日本製です。しかしソウルの地下鉄をどこ見ても日本製だと書いてません。だから韓国人はこれは全部自分たちが使った、違う、ほとんど全部日本製なんです。そういう工業製品ができるための鉄自身も日本の工業力だとダメなんです。先ほど部品と言った、韓国という国が経済的に成り立つためには日本がなかったらダメです。そう作られてるんです。そう作りました。なぜ日清日露の戦いです。このまま放っといたらどちらにこいつら突き寄るかわからない。だから日本という国が生き残るためには朝鮮半島全体を日本の支配下に置かなくてはいけない。だから北朝鮮は韓国を政治で動かしてるわけです。今このまま放っといたらパク・チョンヒですね、あ、ごめん、パクじゃないよ、ムン大統領は北朝鮮と仲良くしたいです。自分は共産主義そうですから。だから中国へ行くか、北朝鮮と仲良くなる、スパッと罠にはまる。どうして罠にはまる。まもなく韓国は、アメリカ軍は韓国から出て行ってくれって言いますよ。アメリカ軍3万7千人。アメリカは、ああ、韓国と日本がうまくいかない。韓国とアメリカもうまくいかない。それじゃあ出ろとおっしゃるから出ます。で、撤退する。そう遠くないです。それはどうなる？北が入ってきます。